けてるところで本人が霊室行き人間ならば自分の心に見送る側の心に穴が開いたような気持ちで辛いんだよねそれで終わりかと思うとまた次の患者が入ってきて次の患者が入ってきて次々と体を拭いてお物を取りいろんなお世話を頭から足先までしてそして霊安室を送りその中で鈍感になる看護婦さんもいるんです 一切感情にしない機械的に扱うでもそれが患者にとって悪いんですよねでここにお集まりの皆さんがそういう鈍感な方とは違うと思うんです本当に患者さんのことを思ってやっておられると思うんですですがつらいんだよねなぜつらいかと思うとその一部にはこの努力が無駄かのような気がするからでもあるかと思うんです ところがこの患者さんが亡くなることはゴミ箱行き火葬場行きだけではなくて魂の往生あの世への出発だと考えてみましょう死んだら全ての終わりではなくて見送る側の見えない旅立ちだと考えた場合に我々死者を見送る者が無駄のための ことをやっているんじゃなしに本人の心のため、意識のため、魂のために、一番大事な見送りをさせてもらっているのかもしれません。もしそのように考えていただければ、それでも日常をやることはつらいのですが、無駄の動力では決してありませんで、むしろある意味で、非常に尊い、聖なる領域にさえ携わらせてもらっていると言えるでしょう。 でベッカさんは、そのようにあの世を肯定してしまうとじゃあ自殺してもいいんちゃうかとつらければまだ向こうはあるんだから早く他界したいという人ならば死んでしまってもいいんちゃうかという反応が出るんですがそういかないです1つには臨死体験の未遂者自殺未遂者の体験を見ると結構暗いものがあるんですつらい現状を逃げたくてガスを吸ったとか 手首を切ったとか自分を消そうと思って自殺したのに実は自分が消えずに辛いところに居残ったというような話はいっぱいあるんですでそういう話を今にも自殺しそうな、まあ、クライアント患者などと話すとこの現場を逃げたからといってより楽になるとも限らない というご理解を得れれば、じゃあ、辛いけれど建設的にこれからどうすべきかということに回していけるんです。はい、最後に、患者からそれが何も臨死体験をした患者だけではない末期患者から私もいろんなことを教わっているんですが、一つ大きいことには我々の世間の言う価値観と違った価値観を見直せるチャンスを与えられていると思うんです最後お願いします。 あええー、とごめんなさい、私のじゃあ、これでいきましょう、まず,まず日本の伝統的な死生観には、えー、これは繰り返すまでもないんですが年配を老人を大切にし怖がらずに自然に潔く死にたいのそして、先祖が死んでも身近にいるというさっき岡部先生に言われた感覚とそれによって死者を厳重に恐れ余うというポイントを我々が見送る側として守りたい。 というようなことを日本の文化や日本の年配から教わっていると言えましょう今更日本人の皆さんに対して言うまでもないと思うんですがはい次これ最後かと思うんですがお金とか肩書きとか知名度とかまあ先ほど賞を <laughs> 授与式で与えたんですが 賞をもらうなんかよりも大事なのがこの感謝や謝罪の心であると自分の人生を振り返ってみた末期患者がそういうようなことを言うんですその具体例をたくさん話したいんですが時間の関係で省略しますそれからご褒美をもらうために自分の方から積極的に何かをやり出したことがいい思い出に残ると末期患者が言うんです目的を目指して貢献したことが よかったと誤解しないでこれが別カが皆さんに対して説教してるつもりはないんですよ別カが年配から教わったものの見方でありますまた協力し合える人間関係は最大の宝物だというようなことを、えー、末期患者に教わるまた周囲に対する配慮それが、えー、ある意味で保険とか尊厳死宣言、えー、遺言などでありまして あるいは場合によってこ言葉遣いとか言動などのことでありますが最後にえ私が大学時代ある大学のサイクリング部に入っておりました紀伊半島などを自転車で走り回った時にえ青年の家で泊まります青年の家で泊まるときに家のおじちゃんが周りを見てごらんよと。 私とおかさん2人でこの青年の家を管理してるんだけれども今入った時点より出るときにきれいにしろと1人では全部きれいにできることではないけれどもこのサイクリング部の一人一人が自分のやれることを考えれば例えば窓拭きトイレ拭き廊下、えー、拭きなどをやれば出るときはよりきれいになるだろうとそれでもって初めてこの青年の家を維持できると教わったんですね末期幹事も同じようなことが言うんです 自分が生まれてこの10年生きてきたんだけれども一番良かったのが自分が楽しかったことだけではない自分が死んだ時にあ死ぬであろうもうすぐ人生を振り返った場合自分がこういうことをしたから生まれた時よりも死んだ時の方が少しでもこの世が綺麗になった良くなったと思えたところである とというようよなことを言われて聞く私が頭を下げる以外にないです我々が末期患者から教わることが多いのですしまた中で臨死体験などする人もいます我々が聞く心となればそういう非常に不思議なことまで聞かされることもありますし不思議なことを聞かされた時にそんなバカだと言わずにはあそうですか それが素晴らしいなどと答えれたらさらに信頼を得られ